こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介は、オプトの、ロフト限定シリーズということで、今回ちょっと紹介していきたいなと思います。で、今回ちょっとメタリックカラーだけ、限定カラー6色出たんですけれど、オプト自体も黒軸、ラバーが黒で、ノック部分が黒という商品と、ラバーが半透明でノック部分が白っていう商品の2ラインに分かれてるかなって思ってるので、一応ちょっと2色展開、2回にちょっと分けて紹介していきたいなと思ってます。こちらメタリックブルーになります。で、オプト自体はこのクリップが10万回挟んでも壊れないという商品で、先ほども話しましたんですけど、この黒軸とラバーの黒以外、この軸の色で他のカラー展開していくって形で、通常カラーにはなんかこのシルバーのメタリックとか、カーボンの柄が入ってたりとか、なかなかかっこいい商品で、僕も実際には何本か持ってて使っています。で、これ今回ロフトで限定カラー発売ということで、価格はちょっと、通常シリーズは200円プラス税なんですけれど、こちらの商品は250円プラス税という形になってしまいますので、それでもなかなかかっこいいブルーの軸になると思います。これメタリックブルー軸ですね。で、実際にはノックもしやすいし、フレフレ機能でもシャーシンが出るっていう形にはなってるので、これもなかなかいいんじゃないかなと思います。ロフトのロゴも入ってますよね。はい、オプト 0.5mm、 シャープペンシルは 0.5mm ですね。で、これがメタリックブルーになります。で、こちらメタリックレッドですね。こちらもこのトップ部分とラバー部分、口金部分はもう共通、全共通なんですけれど、このメタリックのちょっと高級な、これ樹脂かな、メタルではないですけど、カラーとしてはメタリックレッド、樹脂でしょうね。このなかなか綺麗なカラーじゃないかなと思います。で、これも、ロフトのシール、フレフレシャープという名前が入っていますね。で、こちらがメタリックレッドになります。なかなかいいんじゃないですかね。で、こちらの商品が、メタリックカッパーですね。シルバーがあるから、ゴールドとはちょっとやっぱりちょっと違うかな。ゴールドと言ってもおかしくないですけど、どっちかと言ったら銅寄りのカラーにはなっていますね。これでもなかなかやっぱりちょっと人と被らないんで、かっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。こちらもこの3色展開で一応メタリック系のカラーということで、ロフトネットストアでチェックした時点でもネットストアでしか購入してないんで、お店には多分もう並んでるとは思うんですけれど、また行ってみてチェックしてみてはいかがでしょうか。今回は、オプトのロフト限定カラーのメタリックバージョンということで、この3色紹介していきました。またいろんな商品紹介していけたらいいなと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。